皆さんこんにちは、スポーツ MC の岡田です。ウルトラランナーの宮子です。今週のウィークリーラントリップ、はい、始まりました。はい、決まりますか？ダメージ食らってる方でいらっしゃる？避けれましたかね？大丈夫ですかね、はい、カメハメハでスタートしました、ね、はい、今週のウィークリーラントリップ、ね、本当に秋も深まってきまして、うん、だいぶ寒くなってきましたけど、来ましたね。走れてますか？走ってます。まあ、そりゃそうだよね、はい、愚問だったね、はい、どうなの最近は、どこ行ったとかあります？最近は、うん、ちょっとロードを離れて山に。あら、そうなんですか？行ってました。そうなんだ。で、実はその、うんうん、先週、先々週ですかね、はいはい、あのカレンちゃんと一緒に紹介した高尾山に、関西のね、関西のギャル2人でやったやつね、はい、はい、あの高尾山にマウント高尾キャンプベースっていうところがあるんですけど、ベースキャンプね、はい、うん、そこであのサロモンのシューズが借りれる、おリュックとか借りれるっていうのを私実際行ってきました。あ、そうなんだ、はい、どうでした？めちゃめちゃ良かったです。シューズもなんかいろいろな種類があって。あ、そうなんだ。で、好きなの借りれるんですけど、借りて走って、で帰ってきてコースを、走ってきたコース見せたら、ほうほうほう、シューズケースももらいました。え、シューズケースもらえるの？はい、それまだやってるのかな？まだやってると思います。先着100名様みたいなんで。じゃあもうちょっと滑り込んだ方がいいですね、はい、ベースキャンプ、まあ、ほんと綺麗な場所ですもんね。めちゃめちゃ綺麗でした。いや、そう、素晴らしいんですよ。そう、というなんかね、今ちょっと情報が入ったところによると、はい、まだ残ってるという、半分ぐらい残ってるのかな。これは、ね、ね、ゲットしてほしいです。結構しっかりしたシューズバッグなんでしょ、はい、そうです、かなりしっかりしててハードめな。あ、ハードめな、ハードめな。なんか私思ったらもうペラペラペラみたいな、よくあるよね、普通のノベルティの感じかなと思ったら、かなりしっかりしてて、あ、いいですね。これはいい、これはいい。皆さんぜひベースキャンプ行ってください。いいね、本当あそこって僕も結構使うんですけど、高尾行くときに、あのサロモンが常設されてからまだ行ってなくて、ちょっと行こうかな。あの、見てください、すごい綺麗だし、めちゃめちゃ綺麗です。食事も取れるし、うん、でなんかちょっとこうワークスペースっていうかね、あ、テーブルとかもしっかりあるし、ね、Wi-Fi もあるんでしょ？あります、あります。もう走って、そしてワークできるという、できて、さらには泊まることもできるみたいなんで。あ、そうかそうか、そうだね、ドミトリーになってるんですね、はい、上がね、ゲストハウス、まあ、そういう意味だと一番手頃なというか手近なワーケーションができる場所かもしれないですね、はい、関東近郊の人からすると。山に囲まれて、いや、いいね、気持ちいいです。いや、気持ちいいよね。ロードもいいんだけどね。そうなんです。いや、いいですね、たまにはいいなと思いました。やっぱこう交通したくなりますよ、はい、いや、いいですね。僕もね、もっぱらロードなので、お、来週ね、ちょっとこう鎌倉の方まで、うん、ワンウェイで50キロ走ろうかなっていう計画をしてるんですけれども。結構走りますね。いや、もうちょっとみやこちゃんに負けてらんないよ。ビワイチやるんでしょ？やりますよ、ね、この月末か。月末に。いやいや、楽しみですね。いよいよ。いや、だから本当はこのウィークリー終わって、うん、また次出演するときは、はい、ビワイチの報告が、あ、そうですね、かなり一皮も二皮も三皮も向けたみやこがやってきますので。そんな向けも、はい、いや、相当大変そうだね。じゃあちょっと向けたみやこちゃんも楽しみにしてますんで、はい、いや、もうみやこなのかっていうね。そうですね、三皮向けたらみやこなのかどうかちょっと怪しいですけどね。楽しみですね。はい、ありがとうございます。まあ、早速ちょっとね、今週のウィークリーということで、はい、あのトピックを紹介していきたいと思うんですけど、今週何があるでしょうか？今週は、はい、今週はなんと、今週も目白押しですよね。新しいシューズがドドン、何ですか？ホカオネオネから、ホカオネオネ発売されるということで、名前がなんと、うん、ロケット X。 これ X ジャパンのやつですね。うわー、ロケット X。 ロケット X っていうのが11月6日金曜日から発売されるらしいんですけど、はい、こちらがエリートアスリート向けのかなりスピードが出るすごい、ね、名前がだって速そうだもんね。そうですね、ロケット X は反発性の高いカーボンファイバープレートを使用して、うん、はい、素早く効率的で推進力のある走りを実現させてくれる。素晴らしい。で、こちらのカーボンファイバープレートっていうのが、うんうん、スピードダガー、スピードダガー、スピードダガー、すごい。ダガーってなんかこれは探検みたいな感じですよね、意味合いでいくとね。意味合いで言うとそうなんですけど、突き刺すよりスピードを出すもの、ね、そういうのが設計されたシューズ。へー、突き刺すようにスピードを出してくれるっていうところ、本当にメーカーさんが発表してる内容ですね。そうです、そうです。っていうシューズ、うん、ロケット X、 すごい。もともとこれホカオネオネってカーボンロケットっていうシューズもあったし、カーボン X っていうシューズもあったでしょ、ね、で今回がロケット X ということですよ。うわ、もうこれなんかもう癖になるね。癖になりますね。シューズちょっとまだ履いてないんで、それが癖なのかちょっと分かんないんですけど、うん、非常にこうアスリート向けのモデルっていろんな
企業からこうどんどん出てきてるじゃないですか、はい、もうナイキのアルファフライもそうだし、ね、アディダスのアディオスプロとか、うんうんうん、でやっぱこの2020年そこにね他オネオネがぶつけてきたって感じの渾身の、ね、渾身のシューズ、ね、だってダガーで突き刺すようにスピードが出るんでしょ。ちょっと気になります、すごく気になるよ、ね、走ってみたい。これまたちょっと11月6日ぐらいに、はい、あの藤原さんの、ね、シューズレビューもきっとあるんじゃないかなと思いますので、そちらもお楽しみ、お楽しみ。いやいや素晴らしい。もう一回シューズの名前言っておきましょうか、ロケット X ということでね、はい、これ楽しみにしててください。いやいやすごい期待の新製品ですね、はい、ワクワクしていきます。うん、他何かあります？なんかこう今回のお知らせはあれですか、あそれ11月の6日か、こちらが、はい、11月の6日、はい、発売ですね。あ、そういう意味だとあれか、うん、11月の6日の後、その週末日曜日11月の8日にイベントがありますよね、はい、我々も出演をさせていただきますけれども、こちら皆さん、はい、第3回目となる、あ3回目ですね、オンフレンズオンラインミートアップです。おすげえラッパーみたいに言ったじゃん。オーイエーオンフレンズオンラインミートアップ。いや楽しみにしてる方いっぱいいるんじゃないかなと思うんですけど、私もそのうちの一人なんですけど、いやだって出る側ですから、僕らも楽しみにしてますけどね。いやそうなんですよ、このオンフレンズオンラインミートアップ3回目なんでね、11月の8日開催じゃないですか、はい、今回いろいろ変わったっていうのをちょっと小耳に挟んでおりまして、めちゃくちゃはいアップグレードされてる。アップグレードしてる。イベントの内容がちょっと教えてください、ね、そのアップグレードした内容、はい、まず、ね、自由に、うんまあ、走るのは走れるんですけども、うん、申し込みが3キロ、5キロ、10キロ、ハーフマラソン、エクストリーム。エクストリーム？ What is エクストリーム？あ、エキストリームでした。それもエクストリームなのかエキストリームなのか、英語の発音の話？どっちでも大丈夫。エクストリーム。まあ、ミヤコちゃんが言ってればどっちでも大丈夫だよ。まあ、つまりあれでしょ、フルマラソン走っちゃいましょうって話ですよね。そうなんです、そうなんです、うん。部門別に分かれてるんで、自分が走りたい距離、好きな距離の部門にエントリーができるっていう。すごい。まあ、だからいろんな大会みたいになった感じですね。うん、あ、そういう感じになりました。種目にエントリーすると。はい。まあ、それこそ3キロもあれば、フルマラソン、うん、エクストリームもあるという、あ、エキストリームもあるという、ね、ことでございますけど、ね。はい。で、その種目以外は種目以外に、さらにオンのオリジナル感想書が発行できます。感想書嬉しい。嬉しいですよ。すごいですね。これも前回からアップデートしてますね。はい、大会じゃないもう。ね、そうなんです。そして、人数限定ではあるんですけど、うんうんうん、グループランが東京と神戸で開催されます。ついに来たグループラン来ましたね、みんなで集まって走れる。これ25名ぐらいでしたっけね、東京と神戸でグループランをその11月4日にやって、はい、でその午後にまたオンラインで会えるっていうね。そうなんです、素晴らしい。こちら特設サイトからの事前エントリーが必要なんで、皆さんぜひお願いします、はい、まだ申し込みできますからね。はい、できます。リアルイベントも、はい、でさらに、え、さらに、はい、交流会の配信会場での客席、はい、ご用意してます。あ、マジですか。え、マジですか。そうなんです、だから今までは多分 YouTube を通して皆さん見てくださってたと思うんですけど、その現場に行けるという。すごいね、もうテレビ観覧みたいな話。あ、そうそう、でも観覧しに行った先に我々ぐらいのものしかいないってことですよなんですけど、そうなんです、なのであのスイスのね、ワインだったりワインとかね、そう、グッドゴール、はい、ビールもね、ありますからね。で、来てくださったその観覧の方にはあの終わった後、交流会終わった後、懇親会で一緒にちょっとお食事とか、なるほどなるほど、ね、お飲み物飲みながら交流をさらにできるっていう。いいですね、はい、じゃあ結構こう、まあ、大会というか種目でしっかり記録もね取れるし、感想賞も出るし、リアルのイベントも連動していくという、はい、あ、すごいアップグレードですね。そうなんです、こちらもね、事前エントリーが必要なんですけども、あ、スタジオ観覧とか来てほしいですね。いや、来てほしいです。だって今まで YouTube の生配信、本当に目の前に、ね、こうカメラのとスタッフの方しかいらっしゃらない中でこう喋ってましたけど、リアルにいるっていうのは嬉しいですね、うん、嬉しいです。楽しみ、来てほしいですね。いいですね。ゲストもいらっしゃるんですよね。あ、そうなんです、スペシャルゲストの方も、岩本さん、岩本さん、そう、のぶみさんいらっしゃるということで、はい、もうすごいワクワクしてるでしょ。ワクワクします。かなりウルトラのねもうスペシャリストなんでですよね。ミヤコ的にはね、本当アイドルみたいな感じなんじゃないですか、はい、ちょっと興奮が今から止まらないんですけども、さらに、はい、さらにさらにすごいのが、今日さらにがめっちゃあるんだよ。そうなんです、あの走ったログを皆さんで共有できる場が、なるほど、今回のイベントからできます。もうラントリップ、まあ、ラントリップビアという、ね、リアルイベントやってましたけど、はい、本当にこのみんながどこを走ったという奇跡が
ログ共有できるという、それがライブ配信でみんなでできるということですね。そうなんですよ、ラントリップビアでもそれが一番やっぱ楽しみ、おもろい、面白いんですよね。走ってくるストーリーがそれぞれありますからね、うん、それが見えるっていうのがめちゃめちゃいいじゃないですか。今回もめっちゃバイク撮ったけど今いやそう、奇跡が見られるっていうのがいいですね。はい、あ、すごい、全国からなんで、なんかいろんなところからね、こうみんな走ってるのが見れるのすごく楽しみです。すごいじゃない、はい、オンフレンズオンラインミートアップ、これ3回目でこんなにアップグレードして、はい、ちょっと念のため確認で聞くんですけど、はい、今まで0円0円で来てるんですよ参加費、はい、今回はさすがにちょっと今回はかかりますよね。そうなんですね、今回は2、3000円出してもいいけどな。ゼロー、ゼロー、いやゼロー、マジっすか、はい、すごいですね。なんかもうX やったりゼロやったり今日忙しいけどだいぶそうなんです、ゼロ円なんだ。ゼロ円で参加できるのでもうこれやるしかないよ。しかも今回もプレゼントが、うん、あ、プレゼントね、かなり豪華。いやね、ちょっと見ちゃったんですよ。見ちゃいました。今ホームページにすでにこのオンフレンズオンラインミートアップのサイトにプレゼント載ってるんですけどね、はい、かなり豪華なんで、うん、いやこんなのちょっとタダでこれちょっと言うのやめよう、プレゼントはもう見てもらいましょう、そうですね、動画の後にね、はい、ぜひあの備考にリンク載っけときますので、うん、ぜひチェックもお願いします。チェックしてください。11月8日オンフレンズオンラインミートアップ、しっかりとリアルでもそしてオンラインでもね、こう我々も出演しますので、出演します、よろしくお願いしますいやいや本当ね、素晴らしいですね。今日も盛りだくさんでしたね、はい、盛りだくさんでした。11月のねこう6日に発売するシューズと8日に出てくるイベントっていうことで、はい、11月も盛りだくさん、盛りだくさん、月末はビワイチ、ビワイチ楽しんで、はい、来てください。ありがとうございますということで、この動画面白いと思ったらぜひ高評価、そしてねしますアウトリップのチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。